Hello everyone and welcome back to another reaction video. Today we continue with A Certain Scientific Railgun Season 2 Episode 14. If you want to check out the full uncut reaction, you can find it on my Patreon in the description below. Without further ado, let's check this episode out. どうしてしまわれたの？いけませんの。お姉様の香りに包まれていると思わず意識が。We had a nice music going on. 黒子はどうすればよいかを今一度。寮に来客とは珍しいですわね。はい。上条だけど、美坂か。もしやお姉様の美しさに惹かれて追いかけてきたというんですの？そもそもあの時私が見逃したのはお姉様に免疫をつけさせるためであって、本来であれば即座に排除して差し上げる存在。まだのですわ。もしかしたらお姉様について何か知っている可能性も。お姉様に御用が終わりなんでしょう？ですがすぐお戻りになられるかと。御用が終わりでしたら中に入って待つことをお勧めしますの。ご自分の手で開けてくださいですの。ごめんなさい。もともと寝て起きるための部屋ですので客人をもてなすようにはできていないんですの。お姉さまを待つのでしたら隣のベッドに腰掛けてくださいですの。さすがに本人の許可も取らないで。そちらが私のベッドです。あんた何やってんだ。他人のベッドの上でゴロゴロしちゃって変態さんかよ。変態とは聞き捨てなりませんですの。お姉様なんて言ってるからてっきり後輩かと思ってたけど。いいえ、私れっきとしたお姉様の後輩ですのよ。前任の同居人にはちょっと出て行ってもらっただけですの。それでお姉様に何の用があっていらっしゃったんですの？お待ちなさい。やはり言う必要はありませんわ。まついですわ。巡回のようですの。すみませんが強制的に出て行っていただきます。お、あら、どうして私の力が。めんどくさい。ベッドの下にでも隠れてくださいませ。無理でもやるんです。物音がしていたようだが。確かにしていましたわね。隣でしょうか。美坂は寝ているの？はいですの。最近深夜寝つけないとおっしゃって今さっきお休みになられたので、ちょっとクレームを言わせていただきますわ。アクセラレーターのレベル6へのシフト法、ツリーダイアグラムを用いて演算した結果、128種類の戦場においてレールガンを128回殺害することでレベル6にシフト。当然ながらレールガンを128人用意することは不可能。そこで量産型シスターズを開発。2万体のシスターズをアクセラレーターが殺害することでレベル6に。1031、8月21日。今日死亡したのはシリアルナンバー1031。1032、8月21日、20時30分。まったく。あいつはこの計画を知って、実験を、この計画を。風もないのに。電磁波。私にできるこれ以上犠牲者を出さない手段。それでも止まらなかったら、もう助けて。 Help is on the way。 出てよ。何やってんだお前。何をいきなり。夜遊び程度であんたにとやかく言われる筋合いはない。やめろよ。やめるって何を。今さら。美坂妹のこともシスターズのことも実験のことも全部読んだ。お互い無駄は省こうぜ。あれはあんた知られた、こいつに。あんた一体何者よ。昨日私のクローンに会ったばっかりなのにそこまでたどり着けるなんて。探偵になれるわよ。 That escalated quickly, yes. こんな計画許せないわよね。でもそれ持ってるってことは。 Now we'll go into her mind. 上がり込んだのよね。あんたから見れば私は DNA を提供した実験の協力者。That's what you think. 球団しに来たってわけか。ぬいぐるみの中まで探すなんて。死刑よ死刑。まあいいや、事実は違うけど結果だけ見れば同じことだったら、いっそ誰かに責められた方が楽になれる。結局あんたは私を許せないと思ったわけね。何言ってんだ、心配したに決まってんだろ。She wasn't expecting that kind of answer. 嘘でもそう言ってくれる人がいるだけ。嘘じゃねえよ。嘘じゃねえっつってんだろ。あの
の子たちね、平気な顔で自分たちのことを実験動物っていうのよ。研究のために体中いじくられて用済みになったら焼却炉へ。あの子たちはね、実験動物がどんなものかを正しく理解してる。分かっていながら自分たちをそう呼んでるの。その状況を生んだのは私だから、あの子たちは私の手で助けなきゃいけないの。どこに行く気だ。今夜も実験は行われる。その前に私の打てる手でアクセラレーターと決着をつけてくるわ。勝てるのか。こいつには185手でお前が死ぬっていう3ダイアグラムの予測演算が書かれている。本当に勝つつもりで行くのか。そうね、残念だけど私じゃ逆立ちしてもあいつには歯が立たない。だけど私にそれだけの価値がなかったら、最初の一手で私が負けたら185手で負けるという予測は覆されることになる。それを見た研究者が計画に疑問を持ったら、really? シミュレーションを見直すとしたら、こんな私にもまだ使い道が残ってるんじゃない。死ぬ気なのか。お前が死んだからってそんなことで計画が止まると思っているのか。ねえ、研究者にとってツリーダイアグラムの予測は絶対。たった一手で私が血を張って尻を振って逃げることしかできなかったら、研究者たちはきっとこう思う。ツリーダイアグラムの予測演算にも間違いはあるんだ。そんなもの再演算されちまったら無駄死にじゃねえか。それはないの。ツリーダイアグラムは3週間くらい前に何者かに撃墜されている。だからもう再演算はできない。さあ、分かったでしょ。通してちょうだい。ダメだ。お前がアクセラレーターをぶっ倒しに行くっていうならともかく、最初から死のうとしているやつを生かせるわけには。じゃあ何よ。何もできないくせに綺麗事や理想論で語らないで虫図が走る。それでも嫌なんだ。話にならないわね。ランキテクローンなんて死んでも構わないとか思ってるんじゃないでしょうね。私の邪魔をしようってんならこの場であんたを撃ち抜く。嫌ならそこをどきなさい。さもないと死ぬわよ。俺はお前とは戦わない。あんた本当にバカじゃないの。無抵抗だろうと邪魔するなら撃ち抜くわよ。それでも戦わない。戦う気があるなら拳を握れ。戦う気がないなら立ち塞がるな。半端な気持ちで人の願い踏みにじってんじゃないわよ。戦えって言ってんのよ。私の攻撃が当たるわけないのに、いつもの打ち消される感触と違う体を打ち抜く手応えが。これで分かったでしょ。私は本気であんたを言っただろう。お前とは戦わない。どうしてよ。こんなイカれた実験間違ってるって分かってるでしょ。ああ、間違ってる。こんなもんのために誰かが傷つくなんて。だったらけど、お前のやり方じゃお前が救われない。だからどかない。私には今更そんな言葉をかけてもらえるような資格はないんだから。仮に誰もが笑っていられる幸せな世界があったとしても、そこに私の居場所なんかないんだから。それで残された妹たちがお前に感謝するとでも思ってんのか。お前だって気づいてんだろ。こんなやり方じゃ誰も救われないって。臭いのよ、あんた。あの子たちだって私が死ねば少しは気が楽になるわよ。私が死ぬしか方法がないんだから。一人の命で1万人が助かるなら素晴らしいことでしょ。もうそれでいいじゃない。だからこう、どかない。わお。やっぱりバカでしょ、あんた。なんでこんなボロボロになって、短い間だけど心臓も止まってたかもしれないのに。なんでそんな顔で笑ってられるのよ。お前の味方でよかったと思ったからさ。だから泣くなよ。実験を止める方法、アクセラレーターが最強ってのを前提としてシミュレートされてる。 You need to prove them different。 そいつがめちゃくちゃ弱かったら、例えば学園都市最弱のレベルゼロなんかに負けちまったりすれば、その前提は覆されるんじゃないか。まさか俺が戦う。He took all the beating and now let's go。 次元が違う。世界中の軍隊を敵に回してもケロリとしてるような化け物よ。今度こそ本当にお願い、1万人の人間を死なせた私の罪に誰も巻き込んだりできない。だからじゃあさ、
協力してくれよ。何一つ失うことなく、みんなで笑って帰るってのが俺の夢だ。だからそれが叶うように協力してくれよ。必ず美坂妹は連れて帰ってくる。約束するよ。実験開始は15 minutes。 8時半。おいでおいで。はいやいやい。Well, here we go. The next episode will be the... Not sure if it's gonna be a final one, but definitely you will have the clash. I'm repeating myself with this, but it's really cool to see multiple perspectives. They even added additional camera angle for her final electric explosion. Maybe I just forgot how the episode was in the index, but this feels so much more heavier with the emotions. Now seeing like what basically having her mind spilled out in the subtitles here, this is like if I didn't watch Index, then I would be like, who the hell is this Toma? What? Like, single-handedly he survived Misaka's ultimate... Okay, I'm not really sure if she was really trying to kill him. Just a burst of electricity and around. But yeah, he survived that. And now he wants to go against Accelerator. Level 0 against level 5. I am really... Up to this day, I am still fascinated by how he came up with these plans that we got to hear. I mean, especially the whole Index is the majority of reason... The reason why I enjoy the Index is because Toma always came up with a plan that was like, what? And then it was amazing to see this in action. This is one of the prime examples. To see it for the second time, or I guess, yeah, for the first time if I'm just looking at this particular arc here. But yeah, like, who would have come up to with the plan that I need to save Misaka in the way that she needs to recognize that with her death there will be no solution, or I guess that her death will be in vain. Firstly, you need to make sure that she won't go in. And then secondly, you just decide, huh, well, I just need to beat the most strongest, the strongest Esper there is in the town. Yeah. Or I guess in the city. Yeah, no problem. I guess I'll go. And now he like, I don't know how. I don't have his HP bar, but he certainly took some heavy hit, right? But yeah, I believe it was just like, oh no, the reasoning for his health situation is that he is basically a street fighter, or he was in a lot of fights, so he has a strong body, let's say that. Even though he doesn't really look like really insane, right? But yeah, okay, the next episode will be the one. Oh, I'm really curious how they will showcase that. And I'll be honest, I'll just go check out the next episode. But for you guys, you will see that in the next week, so I'm sorry. But yeah, if you like this one, give it a thumbs up, leave a comment below with your thoughts on it. And if you're new to the channel, subscribe. With the bell notifications, so be informed of my next reactions, gameplays, reviews, and other things that you put in the comments below for me to check out. And I will see you in the next one. Bye! And now, a special thank you to Fear Machine for additional support on my Patreon.